秋恋は、中華人民共和国の女優。身長164センチメートル。体重48キログラム。北京で電信局職員の父親と幼稚園教諭の母親のもとに生まれる。体が細かったため、丈夫になってほしいという母の勧めで8歳から舞踏を。始め、11歳の時北京舞踊大学附属中学に合格し、16歳で、 全国青年ダンスコンテストで優勝した。中学校卒業後、北京の名門演劇学校中央儀劇学院に入学。1994年に全国通り配布等コンクールで演技賞を受賞した。中央儀劇学院在学時の1996年に単発テレビドラマ、星に願いを星星天灯に出演。1999年に チャン・イーモー監督の初恋の来た道で語り手である青年の母の少女時代を演じ本格的に女優としてデビュー映画初出演にして初主演を果たすこの作品が第50回ベルリン国際映画祭で銀熊賞を受賞したことから脚光を浴びるようになるまた同作で桃香進む最優秀主演女優賞を受賞したアカデミー外国語映画賞を受賞した2000年の グリーンデスティニー、ジャッキー・チェニア、クリスタッカーと共演した2001年のラッシュアワーにでハリウッドデビュー。アジア以外の国々でも広く知られるようになり、国際的な知名度を得るようになる。その頃から女性つぼみ、シュー・シュン、チョービと共にン・コバのアキラと呼ばれるようになった。チャン・イーモロ監督の映画はヒーロー、ラバーズにも出演し、韓国映画、ムサブ・シマイナス。 日本映画、オペレッタタヌキゴテにも出演するなど、国際的な活躍をするようになる。2004年のジャスミンの花開くで、近景進む最優秀主演女優賞を受賞。同年のウォンカー・ウアイ監督の2046で、香港電影金像進むを受賞。2005年に、ロブ・マーシャル監督のサユリで主演を務め、ゴールデングローブ賞主演女優賞にノミネートされた。 翌年の第59回カンヌ国際映画祭では審査員を務めた。2009年のソフィーの復讐では主演の他に制作も務め、2013年のウォンカー・ウアイ監督のグランドマスターでは香港伝英金像進むと金馬進ムの最優秀主演女優賞を受賞した。2021年には常用風運命の王妃で初めて連続テレビドラマに出演している。 俳優以外の活動では、メーベリンや、シャングリラホテルズリゾーツなどの広告等や、赤愛児童組織という事前事業を行っている。また、2008年8月に開催された、北京オリンピックの公式サイトの特派員記者を務め、また大手ポータルサイト、早キツネの派遣により、同年3月末に、ギリシャのオリンピア遺跡で行われた、聖火祭歌式のリポーターを務めた。 2008年2月6日から7日にかけて行われた春節連環版会で天女三下という歌をソロで歌った。この春版は春節イコール旧正月の年越しに放映される番組で中国国民のほとんどが見ると言われている。また登場する際テロップが中国語の発音では同じの張り恋になっていたとも報じられた。 日本では2003年から2006年に出演したカオ・アジエンスの CM で知名度を高めた。2007年9月、香港特別行政区による住民拡大制度、優秀人材入居計画の適用を申請し、香港の居住資格を取得したと報じられた。かつて映画のプロモーションのために複数のインタビューを受けたが、妊娠説やチャン・イーモーとの恋愛の噂など、 私生活に関する質問ばかりだったことから、マスメディアに不信感を持つようになった。近年は中国国内においても無断で写真を撮影しない、交際している不号に関する質問はしないなど10以上の細かいルールに従うという契約書にサインしなければ取材に応じないというハリウッド形式の方法をとっている。単に興味本位の質問を嫌うためであるとされるが、 これによって一層、発言や本音を聞ける機会が少なくなった。中国松室高等の党員である。2007年5月からは、ニューヨークで投資会社を経営するイスラエル人のビビネボと交際しており、2008年7月に結婚を発表。ネボは映画会社、ワインスタインカンパニーの株主で、この映画会社の3本の映画で主演をしたが、2010年に2人は、 離婚している。2015年2月7日、自身の誕生日パーティーで、ロックミュージシャンの王宝と婚にし、5月10日に入籍。12月27日に、米国で女児を出産した。2019年開催の東京国際映画祭で、コンペティション部門の審査委員長として来日した祭、第2子を妊娠していることを公表。2020年1月1日に、 滞在先の米国で男児を出産した。ありがとうございます。